こんにちは、懐かしいゲーム紹介人のコックンです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画なんですが、久しぶりに外ロケ企画となっています。前回は秋葉原のスーパーポテトさんのロケ動画を投稿したんですけど、今回コックンはどこに行ったのかと言いますと、茨城県結城市のヨークタウンアクロスプラザ結城に行ってまいりました。このヨークタウン敷地内にはプレイランド54ストリートというゲームセンターがあります。このゲームセンターなんですけど、レトロゲーム、さらに言うとガンゲーにかなり特化したゲームセンターになっていまして、今はもうプレイができないガンゲーがたくさん稼働しています。なのでガンゲー好きな方にはとてもね、有名なスポットなんですね。ここはコックンも過去動画では、ハウスオブザデッドとかタイムクライシスの解説動画を投稿していまして、まあガンゲー好きなんですけど、まあ最近触れてなかったので、久しぶりに筐体に触れるということでワクワクしながら結城市に行ってまいりました。それではですね、早速このレトロゲーセンの紹介を現地のコックンにお任せしたいと思います。ルパン三世で初代ハウスオブザデッドがあって、隣すごいですね、初めて見たハウスオブザデッドデラックス版ですね、やばい奥行くと、2のデラックス版、これ全然見ないやつですね、すげえよここマジで。はい、ここもすごい。手前からクライシスゾーン、タイムクライシス1、タイムクライシス2の、1人用専用プレイ用で、奥で、タイムクライシス4、すごい並びです。でこっち行くとすごいっすよ、ここも並びが。はい、手前から行くとこれレイジングストームですね。これナムコのガンゲーだけど、タイムクライシスと違うのがマシンガンタイプになっているっていう。サイレントヒルザ・アーケード、そうサイレントヒルのガンゲー、すごいね、やりたいんですけどね、映ってんだけどね、調整中ですね、残念。やりたかったなこれ。そう、あのウサギのロビー行くんだっけがね、敵として襲いかかってくるっていうすごい珍しいやつですね。そう、三角さんをね、ちゃんと敵として出てくるっていう、もうシリーズファンとしてもたまらないガンゲーになっています。はい、タイムクライシス3ね、 BGM が神ってるやつです ね。ストーリーも素晴らしいけど、これね BGM がだいぶ好きね、いつかストーリー解説やりたいですね。くそ
つい。え、これなんだ、クイックナムコだ、クイック&クラッシュね、銃がよいしょリボルバー式、かっこいいねこれで、奥を見るとこんな感じになってると。あれ的を狙うってやつなんかな、これね、やったことない。当たれない。あ、やった。初めにやっているのか。すいません。先生当たりません。え？弾切れか。はい、ちょっと分かりづらかったと思うので解説します。今コックンがプレイしていたゲームクイック&クラッシュは、手元のホルダーに銃をセットしてスタートと同時に素早く拳銃を抜いて目の前の的を狙い撃つゲームです。現れたターゲットを全て撃ち落とし高タイムを狙っていく早撃ちゲームクイック&クラッシュなんですが、限られた弾を全て使ってしまうと弾切れとなってしまい強制的にゲームオーバーとなります。軽い気持ちでやってみるかと始めたコックンは、先ほどプレイしていたあのタイムクライシス3のテンションでやけくそにプレイした結果、即ゲームオーバーとなってしまいました。皆さんはプレイ前にゲームのルールをちゃんと理解した上でコインを入れてください。はい、スリルドライブ2です。これあれですね、レースゲームなんですけど、ちょっと違うのがこれ普通に事故るっていうね、レースゲームなんですよね。で、事故った分の損害賠償が出てくるみたいな。で、かっこよさとかパラメーターでね、危なさとかパラメーターが出てくるやつ、コナミのレースゲームで、この2があるのが結構レア。すごい久しぶりに見た。結構レトロアーケードゲーセン行くと3だったらあるんですよね。2003年に出たやつ。3だったらあるんですけど、2結構すごい、小学生以来かもしれない見たの。そしてちゃっかりね、ちゃっかりあるのがこれ、コブラザーケとか、これなかなかレアですね。ね、これナムコで、ナムコが開発したガンゲーで、こういう風にペダルがあるっていうね、すごいレアなやつですね。これもレアだな。うん、大昔見た以来ですね。そうね、これ自分で動いて、なんか避けてなんか警察官となって犯罪組織の敵を倒していくみたいな。懐かしいね、ザ・警察官2かね、懐かしい。あ、モザイクある、懐かしいね。うわ、このデモ懐かしいな。今回コックンの一番のお目当てがハウスオブザデッド3で、昔はここで稼働していたみたいなんですが、残念ながら撤去されていました。3は武器がショットガンになっていて、あのポンプアクションをやりたかったんですけど、置いてなくて残念でした。でも元々置いてある筐体はほんとどれも素晴らしいですね。ですが秋葉原のギーゴ3号館というゲームセンターでハウスオブザデッド3が稼働しているみたいなんですね。今年の5月にギーゴ3号館行った時は3の稼働がしていなかったので、まあ、この情報を知った時はびっくりしました。ハウスオブザデッド3ってもともと大きい筐体だったと思うんですけど、それより小さい筐体で稼働しているらしいんですけど、まあポンプアクションやりたいので近々秋葉原また行ってみたいと思います。